ジャヤ・シンハ・バルマン2世は、チャンパ王国第8王朝の、第6代の国王。古シ略では、ジンと、王古シ式前書ではながらと及びながら、カブト、ソウシではケイ占セリチェ・ホシカスミドルと記される。ビクランタ・バルマン4世の子。1039年4月、死者として、チバーン、ラツガクシュン・ラツに、あたつと共に、理長代、区クにツに赴いた。 1041年の不応の死後に即位した。1042年12月31日、僧に純造三島を献上し、他に造下、西閣、先行、造下部と西岸棘も建じた。1043年、水軍を派兵して大区越の沿岸部に侵攻した。翌1044年2月、チャンパが長年長考していないことを理由に、 大層が申請する大クエ越軍の侵攻を受けた。五日前南岸一帯で、チャンパ軍は造兵を前列に押し立てて待ち受けたが、上陸してきた大クエ越軍に大敗し、3万人余りが戦死して5000人余りが捕虜となった。ジャヤ・シンハバルマン二世は、進化の核勝値に殺害され、その首は大層に献上された。同年7月に、大クエ越軍は、チャンパの王飛ジャヤに入り、 略奪した後に、ジャヤ・シンハバルマン2世の日や救助たちを連行して、帰還した。ジャヤ・シンハバルマン2世の日であったコビケイは、体操の相手をするために小舟に乗せられたが、屈辱と感じたコビケイは、船から身を投げて死亡した。ジャヤ・シンハバルマン2世の死後、パーンドゥランが出身のジャヤ・パラメーシュバラバルマン1世が、即位した。ありがとうございます。